豊山先生、あの技をもう一度見せてほしいっす。お、いいぞ。こうやって構えて、はっ！やっぱすごいっす。自分何度やってもバランスが崩れるんすよ。蹴り足を回し込むように繰り出すと軸がブレなくなるはずだぞ。ほらやってみろ。おっす。せっかくだ、お前もやってみろ。大山に負けんなよ。君のことなんて嫌いだよ。いつの間に。はんぺんと向き合って何をしているのか。次の役がひどく人を憎んでいる役なんだ。そういう時ははんぺんを練習相手にすると感情を乗せやすいんだよ。別にそこまではんぺんを憎んではいないんだけどね。あれ、先輩、頭にホコリがついてますよ。あ、本当です。取ってあげますね。おいしょ、おいしょ。届きません。私なら届くかも。えい、先輩、わざと背伸びしないでください。海藤さんって本当大きいよね。何食べたらそんなに大きくなるの？あら、そんなこと聞くなんて積極的。でもみんなと同じようなものしか食べてないわよ。へえ、そうなんだ。ねえ、ちょっと触ってもいい？いいわよ。でも優しくしてね。それじゃあ失礼して。おお、やっぱすごいよ。って、あれ？さっき顔を真っ赤にして走っていっちゃったわ。え？それ本当？あら、お二人とも楽しそうに何を話しているんですか？ちょうど東堂先生の話を聞きましたよ。マドンナだったって。いえいえ、そんな大げさなものではありませんよ。むしろ深見先生の方こそ学生時代表になったのでは？全然ですよ。当時は新体操ばかりしていましたから昔話はついつい盛り上がってしまいますね。同じ元西洋生ですからね。あなたもそのうち仲間入りかしら。